黒くなってて。部長どうした？セーブルス。おなんやこれ。ウォルデモート。FF がクロスプレイする。おい。出てくるなお前は。あぶないよ。来るな。なんで。お前雑スネープやめろお前。犬が抜けたスネープおもろすぎるだろ。あ、じゃあシンマよろしく。よろしく。よろしく。もう行くで。シンマ頼む。オッケー。じゃあマイクラ怪盗人狼。スタート。俺なずっと思ってて、今日シーンもちょっとなんか買い忘れとっぽいやなと思っててずっと。ああ確かにちょっとわかるな。なんかアイディコントローラーとか言ってほしいよ。確かに。スミクレドン。シーンやめろ。ここでシーンやろ。ブレイクアイスホワイトと。死んだ。大先生やられた。え死んだ。もう死んだ。えあ。あ、大先生、どうも。いや、一緒に君に出会って、はい、Y 予言。はい、Y 例の。はい、予言です。なるほど。怪盗おらへんの、怪盗。怪盗黒鳥か。これ黒鳥あるよ。黒鳥あるな。どうした？表に出てこないぜ。ロボロなんやっけ？ん？俺予言。これちょっとガバだ、申し訳ないけど。ロボロさん予言、俺予言っすよ。シンマどうした？これ怪盗で黒取られた場合、黒どうなんねん。黒は白になるんや。うん、でも約束本にはね書いてないんや。ああ部長このタイミングでそれを確認するって。シーバーもしかしてお前部長なんか部長あるな。これ予言部長にします？俺なんすか大先生なんすか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 。いやお前今日影薄いから。いやありがとう。いやでもこれシーバーが仮に予言両方黒出た場合何が問題かって取られたのはどっちかっていう話が出てくる。ああ回答で取った黒女だった場合の話やと、いやまあ一旦占ってみや、わからんから絶対それは。いや多分お前今度あれやぞ、まだ俺が黒と決まったわけだ。確かにそうやな、黒と決まったわけじゃない。黒になってから考えたらいい。じゃあやるよ。ええよと、コネシマ、我々だを占う。部長は人狼ではありません。部長白なんや。人狼ではありませんだな。え、白学やん。ロボルとショッピはそんな近くて大丈夫なんか。やり合うか。おらー、上がってこい。ちょっと待って、ちゃうやん。おら、上がってこい。あ、やばくうまいな、お前。なんか怒ってる。え、でも、ピタエラバラ。ちょっと待って、確認やるけど、ほんまに黒通りなんだ、これ。ま、よし、ロボルさん殺した、処した。まあ俺が白っていう証明ではないけど。じゃあロボロさんとりあえず霊媒する。あ、待って、強人が欲しいから霊媒いらん。やめろ。ショッピロボロは予言対抗だったわけでしょ。そうね。エイミールは、まああの霊媒師でしょ。霊媒確定でしたね。はい。で、残りの5人のうち、回答が所在不明なの。グロもしくは狂人で取ってるでしょう。で、中村が白、あ、と、小根島さんが白だった。今度どうした？じゃあ、じゃあ、どうした？なんで中村さんの名出てきた今。黒、白、白、黒。そう思ってて。お、どうした？部長？部長どうした？大丈夫？部長？大丈夫ですか？お前チーノ、お前静かやな。すいません、喋ります。盤面整理かと思って。俺、部長に透明化渡しに行こうかな、もう。俺がもう、それに。パクだしね。ガガガガ。部長探しに行くから、あっても殺さないでね。同じはっす。はーい。大先生。トントンさん、トントンさん、俺、行くよ、殺さないでね。あの、今、俺、大。先生と。あー、大先生が撃とうとしているよ。俺、待て。ギャグやん。ちゃうやん。いやガチやろ。大先生。ギャグ
ギャグ、ギャグ、いや、しょ、あ、しょっぴくるんか、俺構えてびっくりさせたろうのギャグやん。ギャグで人殺すな。いや、あいつ、いや、透明化が欲しくてしゃあないじゃん、大先生。いや、透明化は俺はいいかな。ああ、部長どこかな。え、僕を殺して霊媒するつもりですか、トントンさん。いいんですか、そんなことしたら僕今からとんかつ弁当食べますよ。じゃあやめて待って、注文してから届くのに1時間かかるの、うち死ぬ、懲役1時間は無理。部と新館か旧館どっちにいるかだけ教えてもらっていいですかね。壁が白いか黒いか茶色やな。ああ、旧館の方かな。あざさざ、じゃあ部長探します。回答が黒取ってて回答があんまり動かへんって。ああ、部長部長部長、あ、ちょ、渡すんで、もうどうぞどうぞどうぞ。はい、俺も部長に証明が渡しました。だから多分そういうことだよね。でも俺、深海一回ずっとおるけど誰も来へんねんな。俺もうボートで15周ぐらいはしたぞ。エミカさんからなんかゴリゴリやってんの。ああ、エミさんちゃんとおったんや。てかエミさん指導してもらった方がええんちゃうこれ。あ、確かに。え、もうでもこれ今、まあ、部長も白学校だから部長でもええんか、指導者は。あ、じゃあ部長にしてもらおう。ようやく喋る機会が。部長、喋ってもらっていいんですか。部長めっちゃクッキー飲むな今日。いや、なんかね、なんかあれやね、なんか喋ることなかったなって。部長、部長寝てました。今日も収録中寝てました部長。いや、ね、遅刻してないし。いや、すいません、それは。まあそうやね。大先生遅れてきたからね今日。ああ、そうやな。じゃあまあ怪しい4人が、まあ、誰や。チーノ、チーノ、はい、チーノ、ゾム、トントン、大先生の4人はもう歩き回ってもらう感じなんかな。あー、了解。あー、やり合うって感じですか、そこ4人が。それ4人で。うん、どうします。生き残った2人を白の3人で囲うみたいな。はい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 。あの霊媒は誰に打っちゃいいですかね。比較的怪しい。殺した段階で1人死んだらもう撃ったらいい。即撃った方がええと思うで、4人が死んだら。で、白角2人的にはこの Y はどうしたらいいですかね。自称予言者なんですけど。キープ。ゾムが怖いねんけど。キープ。キープ。自由を得た。どうしようかなぁ。あ、大先生、カモがおるやんけ。お前カモがおるやんけ。あー、なんてや。大先生、大先生、霊媒お願いします。大先生、霊媒お願いします。じゃあ霊媒する、霊媒。え、うつ先生は人狼ではありません。え、最悪や。人狼ではありません。最悪なパターンいた。そうやろ、お前、お前、あー、あー、あ、お前どうしました。どうしました。ちょっとたまに声出ない時あんだよな今日な。うん、あー、しゃあれそれは。うん、チーノどこおんねん。チーノ僕今休暇の方います。一緒あの木があるっすね。あ、そうなんすよ。あの屋上行くんでちょっとあの打たないでくださいね誰も。あのあー、バカな感じよ。あの屋上行くんでちょっとあの打たないでくださいね誰も。あのあー、バカな感じよ。あ、ごめん、トトさん殺しちゃった。あほら、あの4人の準備やからええかなって。怖いぞ。よし、お前ら、お前ら聞けぜ。はい、俺はここでカミングアウトする。え、なんだぜ。俺は怪盗だぜ。何？お、お、これ仕事って白だったんすけど、言わなかったんすよ。ほう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 、泳がしてた。それは人狼同士でやり合ってほしくて。はいはいはい、多分トントンが人狼なんじゃないかなって。いや、てかそういうことだったらもうチーノでしょ、残ってんの、うん、なんかチーノですもんね。いや、で俺的にゾムさんが人狼で嘘ついてその話してる説もあるんですけど。そうなんだよな。よし、じゃあショッピ、俺殺せな。いや、だから自分ので打ち合いしてくれたらええやん。そうそう、残ったかもしれない。よし、やり合おうぜチーノ。やり合おうぜ。俺は新館の屋上にいるぜ。何、行くぜそっちに。上がってこいぜ。どこや、移動したか。ゾムさん、いや、移動してないですよチーノ。トントンさんが人狼で新館、屋上いますよ。新館の方おるよ。え、ゾム、え、でもラインとしてさ、さあゾムさんがトントンさんのパクって、いや、これもう部長、部長もうゾムやった方がいいっすよ。あれ、部長生きてる？部長、部長、部長生きてる、部長。モブが死んだ時の煙が見えてんと。ゾム、え、俺撃ってないぞ、俺撃ってないぞ。死んだよ。
ゾムさん死んでるやん。いや俺やってない、絶対これ潜伏。チーノしかおらん、新館屋上にチーノいます。いやマジで俺やってない、やってない。いやだって俺の目線から見えたで、ゾムさんの体が煙に。あーいやこれえマジ。あ新館屋上にいるチーノにとりあえず撃ってます。はい、部長、部長助けて。部長、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 どうしました部長。部長、部長ちょっと真剣モード入ります。部長、オッケー。部長お願いします。あーちょっと。部長頼む。すごい楽しい。あー。今誰か落ちた。え？え？これヤバいんじゃん。これキーノくん、キーノやね。え、それとも中村さん、君もしかして。中村さん。あ、ごめんなさい、コネシマさん。そうね、じゃあもうチーノくんだわ。これはあのチーノくんなんかもうわざとらしく黙ってるけどさ、もうこれはあれやろ、はい、もうキリングモード入ってるやろ、チーノくん。アサシンモードっすね、もうアサシンモードになってるね、これ。うん、じゃあ頑張りましょう。やりましょうか、解剖続けていこう。あそうですね、チーノくんがね、寂しくなってちょっと思わず喋りたくなるようなそんな会話にしたいね。いやなんかおもろいこと言って笑い声出させるとかもありじゃないですか。あーでもチーノくんなかなか私のこと笑ってくれないからさ、やっぱ嫌いなんだろうね俺のことね、うん、なるほど。だからちょっとやっぱりねここはねやっぱ信仰の厚いねやっぱり部長から。あーなるほどね。あーいやもう信仰の厚い地獄かお前ら、地獄か。なんでやねん。エミさん今歩いてます？エミさん歩いてない。どこにあるんすか？え、二人ともどこすか？俺屋上にいるんですけど。ただ俺は多分部長には夢引かんと思うよ。どこや？え、もう新館。チーノが撃ってきたね。はい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 、了解です。お疲れ様でした。あーなるほどね。くそー、部長が先に出てきたの。まあ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 、エミさんずっと引っ込んどいてくださいよ。あー部長やりますか。くっそー、うわーこれ透明化か。煙幕か。うわー、え部長どこ行ったんや。え消えた。これ透明化か、マジ怖い。えおい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 、楽しくなってきてるじゃないか。うわエリトラか、あれ。いやこのマップにおいてはさほど。えあれ部長が新刊の分ずっているぞ。あやばいこれ。おあれないんすか。あ接近してくるぞ、降りてる降りてる。この間に入ってったから。オッケー、じゃあこっちやな。こっちか。そー、今、矢倉の方戻った。あーあーよっしゃーくそーナイスらしい、本当に協力プレイだったよ。ろこです。いやーエミさんナイス。いやもうすいません、もうなんか私がしっかりとね生き残っていく。まあ、シンバ今日もようやったな。うん、いやー疲れたなほんまに、うん、ほんまに疲れた。いやでもあでもいい試合だった、いい試合だった、めっちゃいい試合だった。なんかもうなんかいろいろ疲れた。いろいろ疲れた。じゃあシンバいつものあれで締めてくれよ。せやな、確かにいつもので締めて。いつものね、オッケー、いつものあれで締めるか。ピーチとスカートは短い方がいいとは言いますけれども、え、うん、やっぱ撮影は長い方が楽しいっすね。言うじゃねえかよおめえよ。いや感動したよ俺は。バカ野郎。いいこと言うな。いつまでも付き合うぜこの野郎。次行こうか。この企画を提案された時どう思った、はい